人造さん、ガスボちゃん、ありがとうございます。こんばんは、ツイッターで配信をされるのを見てろ、あ、配信するって言ったのを見てってことかな。お喜びしてました。ホライブメンバーで一番大好きなので、今日は幸せな日です。結構な期間姿を見せることができなかったのに、不動の人気を保ち続けるのは、富樫先生とあやめちゃんぐらいです。ちょっと、これに関しては、富樫先生に申し訳ないので、並べないでください。本当に。まだ感情ではないかもしれませんが、あやめちゃんのペースで活動していただければと応援しています。ありがとう。ありがとうね、かすぼちゃん。これに関してはなんて反応したらいいかわかんないじゃん。ダメだよ。よくない、ほんとに。いや、富樫先生っていうか、ハンターハンター大好きなんだから、やめてくださいよ。比較対象がすごすぎて。いや、それな、同じ土台に並べちゃダメよ。ダメです。消されます。でもさ、でもすごいよね。ハンターハンター読むさ、好きで待ってるけどさ、全然待てるよね。全然待てる。なんかもう、だからさ、それほど面白さというか魅力があるっていうかさ、いや、そりゃさ、腰も大変、だってずっと座って書き続ける、ね、職業、なんか、お仕事でもあるじゃん。で、なんか立って書いてる時もあるみたいなツイートされてたよね。だってしかもさ、プレッシャーを絶対あると思うんだよね。こんなにみんな、ハンターハンター待ってますみたいなファンがめちゃくちゃ多い中でさ、この止めている続きをどう書いたらいいんだろうとかっていう、あれもあると思うの。そんななんか、全然知らないようがこんな言うのも、あれですけど、なんか、あれなんですけど。世たちから見えているもの以上に、多分きっと、いろいろあるんだと思う。って、今思ってます。いくらでもハンターハンターの続きを待ちますって感じですね。ハンターハンターって今から読み始めても間に合うのかな？全然間に合うと思うよ。間に合う。でも結構関数あるけどね。全然読めると思うよ。アニメで追うより漫画の方が楽なんじゃないかな。どうなんだろう。いやでもね、ハンターハンターは結構、どっちも要は進めたいな。漫画もアニメも。どっちかだけで選ぶんだったら、アニメかな。どっちかって言うんだったらね。でも、いやでも、比べられないぐらいどっちも読んでほしい、見てほしいとか。